皆さんこんにちは、星詰めのリック。そうじゃないんですよね、今日はね。なんかね、コメントのところに何か自己紹介をね、従業員の紹介をしてほしいっていうコメントをいただきまして、まあ、普通に紹介しても面白くないし、まあなんかね、したいなっていうことで今回こちら買ってきました。風船ですね。誰が一番膨らませるのが早いかとか、そういうのをやってるとか適当にやってみて、その膨らませといてるところで、こちら安全ピですね、割っていこうかなと。で、こちら買って割った時のリアクション、そう、第1回風船膨らまして割れた時リアクション、誰が一番すごいのか。なんと優勝者には1万円こちらテーマあげようかなと思ってます。そして今からね、とりあえず練習でジャスティンに一回風船を膨らまさせて、一回割って、そのジャスティンの反応で見て決めようかなと。それじゃあ行ってみよう。ジャスティン来た。ジャスティン、はい、まあ、遅いって来るのは今日はですね、風船を3回膨らまして、誰が一番大きくできるかっていう。あ、どうぞ。生活量何も入ってない。何入ってないですか。見てない。じゃあ1回目でいきましょう。いきます、せーの、 YouTuber の神。あっ、お前さすがジャスティン、さすが。え、終わり。終わりっす。はい、以上です。終わり。はい、お疲れ様です。はい、はい、ちょっと従業員ちょっと紹介していこうかなっていう企画でございます。え、僕ですか。こちらね、アキくんですけど、一応こちら内勤ですね。内勤っていうのは何ですか。キャストのために、はい、キャストのために、はい、まあ仕事、はい、ってことで、こちら今で企画でホステルでやってるんですけど、誰が風船一番膨らますのが早いのかって勝手に肺活量ですね。肺活量のテストをやっていこうかなと。お願いします。いただきます。3、2、2、1、1。よあーあーやると思った。はい、第1挑戦者以上です。やっぱね、皆さんね、分かる通りみんな疑うんですよね。いつも俺の自己責任なんですけど、まあ、俺がやってる時点でも疑われてるんですよ。まあ、でもそれでもやってみましょう。面白いんで。こちらゆいとくんです。ちょっと自己紹介の方お願いします。はい、ゆいとです。お前何やニキビ。キモいな。3、2、2、1、1。1回目ですよ。1回目。もちろん曲で、はい、風船が割れた時のリアクション、誰が一番すごいかっていうのを撮ってます。なるほど。3人目ですね、こちら。お、親父じゃないか。親父じゃないか。お前、はじめまして。ピノの一部で働いてます。飲む会です。よろしくお願いします。何ですか、飲む会。何ですかそれ。全然お酒飲めないんですけどね。ここまで膨らませるか、はい、そういう選手権かなと。わかりました。普通にやっても面白くないね。いきます。3、3、2、1、1。そう、あ、でもみんな意外と、お、すごい。お前は純粋にすごいぞ。風船が割れた時に誰が一番リアクション取れたっていう調査みたいなやつなんです。ああ、なるほど。そういうのね。真顔だった最初。すごい。授業にいっぱいいるんですけど、なかなかね、この今が6時39分なんですけど、なかなか早い時間にね、売れっ子は来てないですよね。こうやってほら、スプリも来てる。レオヤ君前髪ちょっとキモいからね。前髪ちょっと、ああいう。行きますよ。1回目ですね。行きます。3、3、2、2。え、おー、最初が硬いんだな。最初が、おーと、どういう話これ。リアクション良かったっすよ。良かったっすか。良かったよ。ちょっとね、髪型がなくてごめんな。髪型がね、まあでも旗から見ていじめですからね。小太りな。いや、大太り。腹部です。いや、顔白い取ってだけ言ってもなんでそんなファンデーションの顔に程度言ってほしいんですか。いきますよ。3、3、2、2、1、1。おぉ、え、おぉ、すごい。あ、こんないけんだ。はい、いきますよ。はい、せーの。Ha ha ha!
いや、もうがっつりじゃないですか。リアクションが。リアクションすごいね、お前。来ました、とわちゃん。もう一応お前なんか紹介する必要ないから。ないですね。みんな知ってますからね、とわちゃんのことは。どうでしょう。何枚でした。いきます。3、3、2、2、1、1。めちゃくちゃビビってんだよ、生先手は。警戒、おぉ、おぉ。ああ、でもやっぱり3位ぐらいかな。うわぁ。いや、お前さ、お前さ、警戒しすぎやろ。お前さ、やっぱさ、慣れてるんやな、俺にな。みんな気遣いですよ。何ですか、うん、はい、ってことでいかがでしたでしょうか、皆さん。まあね、みんな見たら分かると思う通り、まあ、爆竹のアランが圧倒的に1位だ。厳密な審査の結果、やはり、お、アランが1位だ。ちなみにトアに関しては、はい、気づいた。俺がこうやって膨らましてる時に針隠してこうやってこそーって出したら、何持ってるんすかって言ってあいつおもんないやろ。また別の勝負。めちゃくちゃ疑うよあいつ。